了解、用意スタート。いきなりですが、鳥娘プリティダービーが開催されている場所があるので龍馬ちゃんと遊びに来ました。個人的にこのか、チンコ、チンが良さそうなのでこの子に決めます。温泉の予感がします。長距離一般競争、こちら14万3000センチだって、すごいわね。準備が整いました。行きますよ、行きますよ、行く行く。3、2、1。これはかなり混戦だ。一気に出た、モモ頑張れや、頑張れ。一気に出た、モモ早いんだよ現在先頭はモモ。あ、そうなの、早いな。もっと気合入れてしろ、おら。はい、おい。現在先頭はモモ。これで根性あるんだから、次の試合絶対に頑張って勝てよ、いいな。モモ一歩先行、タクは一斉に終点に流れ込んだ。期待通りです、モモ。冤罪クソ投稿者、外してんじゃねえよバーガー。笑顔が一番成果です。よろしくお願いします。もう気が狂った冤罪クソ投稿者による、龍が如く維新極みの実況パート17、始まるよ。視聴者の皆様、じゃあ服を全部脱げ。それから何時間も体にヨーグルトをまみれさせて、白目むき出して、ええんじゃないか、ええんじゃないか、しようぜ。おい、うるさいからちょっと黙ってろよな。出ますよ。ん、うるさいからちょっと黙ってろよな。見えないけどなんか顔気持ち悪そう。おー、気が良くていいぜこの奴隷が。訳を話してごらんよ。時代劇特有の悪役、悪大感が出てきましたね。こうなると実は股間が暴れん坊な将軍や、元副将軍のグルメなじいちゃん、金を投げてくる岡っ引き、桜吹雪の文言入れた、町奉行とか出てこないよね。出ていけ、出ていけと言っている。警察に通報しちゃうから。非常に反抗的な態度、素晴らしいですね。そうはいかねえんだよ。なんてこと、やべえやべえ。どうせ殺して東京を召し回るんだろ。東京からの往復交通費プラス往復所要時間かける1000円を事前振り込み。なんぼなんぼ。5万円ぼったくりやろこれ。クソが、さっさと殺すんだよ、広げちまうよ。聞いてんか。よかったらお話でもしましょうか。ん、ターバンと軽ボディビルダー坂本龍馬。視聴者の皆様、知ってるかな、龍が如く爆竹の2作品に出演のビルダーですが、覚えてるか、覚えてるよな。ついに正体を現したな、ジュラル星人。ふん、俺たちジュラル星人を。忙しい。というわけで、悪大官の取り巻きへのご機嫌やさかい指日本で許したるは始まるよ。しかし悪大官は切ることはできないの。でも建物に逃げられてトラップまみれの中を進むとかなくてよかったです。もっともっと回せ。じゃあ次は何やろうか。制限時間。なんだこの方ったわ。あー、痛い痛い痛い。くそー、逃げてか。次はこれで終わるんじゃないですけど。あ、ごめん、間違えちゃった。ゲイボルク、やりたいぜ。いいよ、来いよ。うん、殺しはやっていません。死んだんじゃないの。あ、まだ息があるよ。さっさと殺そうぜ、日が陰ちまうよ。人を殺した後は動画投稿したくなる。変態クソ投稿者、
お前精神状態おかしいよ。次はあなたに死んでもらえます。じゃ最初に年配のじいさん二人ととにかくセックスとしてもらう。ん、あれ早こいつもう終わりがいや。じゃあ次は救い料19,000円ちょうだい。ローンもか。リピーター1割引き。え、何の話っすか。いや何の話だ、何なんだよ。実際に、A じゃないかを踊ると、どこからともなく及びでないけど、龍馬ちゃんが即参上してます。ってことは、A じゃないかは龍馬ちゃん召喚の儀式だった。歴史の教科書に載せられる新事実ですね。大発見。うっそ、マジ。モノカ、バレカ、モノカ、バレカ、モノカ、バレカ、モノカ。金のもんかさ、もらえると思ってんのか。それでいっつも金もらって売りの仕事、売り上げランキングもいっつも上位で、おたこやさん、ムラムラジラシーを感じる。客が減ったんだろうね、わら。えらいな、お前は笑ったりしないもんな。あ、そうですか。お前なんですか。え、やばいよ、恥ずかしいじゃないか。恥ずかしい思いしてみろ。でんじゃないか、でんじゃないか。楽しいな。今日のあれ何なんだよ、やる気あんのか。ええじゃないか、またしてもあの龍馬ちゃんが踊ってしまいました。もしかすると皆さんの周りでも、ええじゃないかは突然に始まるかもしれません。怖いなぁ、今です。速攻、次行こうぜ。まっ、は速攻でシャワーも浴びずに野獣の香りを放ちながら歌舞伎町からタウンズビルに向かう。おや、どうしたんだろう。ムクロ街に女性や龍馬ちゃんみたいな激エロのモロ老子が行ったら、速攻で押すたちの餌食で、薄い本案件です。しかし、女性と龍馬ちゃんが一緒に行ったら、どっちが先に襲われるのかな？実験してみたいですね。ああ、いい匂いだ。ほら、一日働いた男の匂いじゃんかよ。いや、やらしくていい匂いだ、こら。やられたぜ。飲み物に美薬を入れたな。高校の時とかっていうのはモテたでしょ。まるで女みてえだな、ね。ああ。でもな、これなかなか難しいねんな。岡山の剣木。どっちが怖いのか。勝負しようぜ。負けたら神村長へ爆発するぞ。とかの罰ゲームありで。どういうことだ。死にたいのか。ちょっと危ないかもしれないな。お金で買ってみようかしら。なんだちょ、俺は立たしてやるか。しょうがねえな。買い物で買い物。え、龍馬ちゃん男にモテる香水に興味あるの。ああ、もしあっちでまた竹地に会った時そんなの買ってるのを見られたら、竹地がすごい困惑してショック受けてグレテトサに帰っちゃうかもしれませんね。じゃ、僕悪いけど先に帰るよ。俺も明日から岡山の県北にある川の土手の下で3日連続でクソの身で 3P の仕事だからマネージャー助けてくれってメールしたら、タクヤ、お前今日から1週間当社のうんこ作品出演していただきたいと思います。指揮所、視聴者の皆様助けてくれ、視聴者の皆様助けを求める姿勢にびっくり。龍馬ちゃんの野獣の眼光の先にホモ臭そうな闇商人っぽいやつを発見。もしかしてこいつが香水持ってるの？と思ったら、同心か何かと間違えられました。龍馬ちゃんを見ろ、同心には全く見えません。警察には全く似ていません。反抗でかつらしやがって。指、二重飛んで許したるわ。というわけで、勘違いで龍馬ちゃんが即レイプされそうなので、近頃の時間が始まるよ。とりあえず、伊蔵くんにも食べさせた梅干しで、落ち着いてもらうことにしましょうか。早こいつ、もう終わりがいや。変なチョコ。負けたら、全身無毛パイパン。とかの罰ゲーム。とか、用意スタート。たっぷりお仕置きしてやるからな。
違うんだ、違うんだ。お客様だろうな。ああ、買い物だ。あ、殺されてるよ。なんとか言えよ変態。ティゴ気をつけるよ。いいっすか。もう全部定価で買ってやん。ちょっとそれは。ショットガンにマシンガンをニューラム。ロケットランチャー。ないですかね。どうもこれ。ホモかお前。あ、これ龍馬ちゃんがホモ扱いされちゃってますね。こういう勘違いから風評被害が生まれますので。皆さんもネットに広めたりしないでね。ネットでは穴が広がってないか。くせえ。タクヤの講習にそっくりよね。なもな無料最高どっちだよ。え、本当ですか。本当はどうなの。試してみるか。酸っぱいのよな、酸っぱいの。俺もわかんねえな。いただきます。おや、どうしたんだろう。うん、やけに静かだ。嫌な予感がするよ。おう、誰も。今の気分どう。え、どういうことだ。あ、うん、え、何？お前は一体何を言ってるんだ。お前ホモか。クラクソが。やべえやべえ。ああ、やばいよ。いやー怖い。近い近い。香水のせいだよ。てめえで腰振ってんじゃねえか。俺もっと腰振ってくれ。さっさと殺そうぜ。日が陰ちまうよ。チキショー、まさかのトンチキサブストどころか。昨夜の怪文書レベルの案件だった。セガにはめられたぜ。とりあえず、野獣とかした商人から逃げるゲゲルが、始まるよ。ああ、怖い。やべえ、行きそう。まだ来るか。意外と早く振り切れましたので、もう安心です。パンツ脱いだ視聴者の方は、もう来ていいですよ。さすがにここまで逃げ切れば、ホモテン。うわぁ、なんで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 。大丈夫か。誰か助けて。ババラ巻きさされそうで怖いですよ。まっちゃん、安全な場所に逃げるんだ。今度こそ、ちゃんと振り切れました。なので、手を動かしている方は、もう止めても大丈夫です。あ、でも途中で止めたりするのって、良くないんだっけ？とりあえず、あいつからは逃げ切れたので、安心。あー、もうやだー。俺、ホモは綺麗なんだよ。まっちゃん、おーい、逃げろ。早くしないとか。溶かされる。しつこいぞ。ちょっと、怖いですね、なんか。止まって遅れやす。やだよ。頑張れや。頑張れ。あと少しやっと解放されるよ。これですか。あー、ムービー中の龍馬ちゃんに接触したため、この世から消滅してしまった町人がいましたが、そんなことより龍馬ちゃんも土佐を脱藩した時より必死に逃げ切ったって表情をしてます。すいません、宅急便です。あげるよ。こちらの方サインお願いします。いや、無理です。いや、無理か分かんないだろう。あ、そうだな。といったところさんで、今回は終了です。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。終わり。